ボロテアは、スペインの格安航空会社、アステリアス州に本社を置く。ボロテアは、ブエリング航空の創立者のカルロス・ムニョスと、ラサロロスによって、バルセロナで設立された。社名は、飛び回ることを意味するスペイン語の動詞リボラティアに、由来する。2012年4月5日に運航を開始し、第一便が、ベネツヤア・テッセラ空港を出発した。ボロテアは、 ヨーロッパの2社とアメリカ合衆国の1社の計算者のプライベートエクイティファンドの支援を受けた。ボロテアの取締役会長を務めるグレッグ・ブレネマンは CCMP キャピタルの会長であり、かつてコンチネンタル航空の社長兼 CEO を務めた。ボロテアは運航開始前に5000万ユーロの資金調達を実施した。2012年2月15日、ボーイングは ボロテアとボーイング717の長期リース契約を結んだと発表した。2015年3月にはボロテアがブルーワンからボーイング717を4機受領すると発表された。しかし2015年11月、ボロテアは数年でボーイング717を退役させエアバス A319 を導入すると発表した。ボロテアは アステリアス空港をスペインにおける拠点としている。2017年10月19日、ボロテアは本社をバルセロナからアステリアス州に移転することで合意した。ボロテアのボーイング717から200ボロテアのエアバス A319 から1002017年10月現在、ボロテアが保有する機材は以下の通りである。w i キメデ e d i a c にはボロテアに関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。